イオンモール、鹿児島天文館鹿児島中央駅、イオンモール鹿児島の一イオンモール鹿児島は、鹿児島県鹿児島市東海町に立地するイオン、九州株式会社ウニエのモール型、ショッピングセンターである。イオングループ、ジャスコの鹿児島県内発の本格的なモール型、ショッピングセンターとして、イオン、鹿児島ショッピングセンターの名称で2007年10月6日に、 開業し、2011年11月21日に、現行の名称に改称された。建物は、地上5階建てで、4階5階と屋上は駐車場となっている。商業面積は、鹿児島中央駅ビルのアミプラザ鹿児島を上回る、鹿児島県内最大の7万8000平方メートルで、ある。専門店部分のモール町は、約220メートルである。イオン。 九州側は当初、鹿児島市と隣接する南九州市、日置市の約75万人を証券と定めていた。実際には、イブスキ市や南薩摩市を含めた南薩地域を中心に北薩地域や大隅半島からも来客があり、2012年現在においては、鹿児島県全域を証券に設定している。年間およそ1000万人が来場し、 2011年には1060万人が来場した。2007年10月2日のプレオープン時には開店前から4000人ほどの列ができ、最前列の客は前日の21時から並んだ。トーモールを出店するまで、鹿児島県内のイオングループの店舗は、マックスバリュー、クラシカンとサティが存在するのみで、これらは新規出店ではなく、運営母体の変更による進出であり、 その時期も2000年代前半である。このため、イオン、鹿児島ショッピングセンターの開業は、イオングループの鹿児島県への本格進出と見ることが、できる。2007年10月6日の開店記念式典において、岡田元屋イオン株式会社社長が参列した。イオングループは開業予定の2007年10月から、はるか以前から広告を打ち出しており、2007年8月には、 スポット CM として、イオングループの CM が放送されていた。鹿児島港経由で訪れる中国人観光客への対応も、銀、貫ねの導入で、天文館の先手を打ち、集客にも成功した。なお、イオン、鹿児島ショッピングセンターの名称が決定する前の仮称は、イオン、鹿児島東海ショッピングセンターであり、これが大規模小売店ポリッジ法に基づく、 届け出店舗名となっている。各店舗のイオン鹿児島店のほか、170の専門店テナントが出店している。開業時点では、うち104店が鹿児島県初出店であった。出店テナント全店の一覧、詳細情報は公式サイト、ショップリストを、営業時間は公式サイト、モールガイドの営業時間を ATM を設置する金融機関の詳細は公式サイト、 ショップリストの ATM を参照。トーモールでは独自に月間フリーペーパー、花歌を発行している。ありがとうございます。